レスリング柴田三條。はい、お疲れ様です、柴田です。まあ今ちょっと僕パチンコ屋さんの駐輪場におりまして、まあちょっとお仕事の、ついでって言ったらあれなんですけども、まあちょうどそのパチンコ屋の撮影の方が終わったんでね、ここで撮ってるわけなんですけど、今日の動画というか今日のトークテーマがですね、はい、私柴田30、38、俺38だっけ、37、37歳俺、あれかってなんすか、今年38じゃん、今年38で、今年38か、まあ、今年38になるわけなんですけども、私昨日うんちを漏らしました。はい、うんちを漏らした話です。まあ久々ですね、うんちを漏らすたんびに動画にはしてるんですけども、まあ皆さんこう今年は漏らさないのかな、今年は漏らさないのかなと、皆さん期待していた方もいるとは思うんですけども、昨日久々にうんち漏らしました。はい、でこれなんですけども、これがですねネグソです。ネグソ、私もいろんなシチュエーションでうんちを漏らしたことはあるんですけども、寝ながらうんちを漏らしていたのは初めてですね。はい、まあ、経緯がありまして、昨日、いや一昨日か、一昨日平本蓮と飲んだんですよ。で平本蓮がなんか大阪で仕事があるっていうん で俺もちょうど大阪のパチンコ屋さんで仕事だったんで、じゃあ大阪2人同じタイミングで行くなら大阪で一緒に動画撮って、で柴田チャンネルと平本蓮チャンネルの方で動画撮って、でその後飲みに行こうよって言って、で動画撮影して、で蓮のチャンネルでは YouTube ライブやって、でこうその後飲みに行ったんですね。そしたらね、まあ大阪の中華屋で飲んだんだけどさ、それがめちゃめちゃ盛り上がって、正直まあ撮影から飲んでたんだけど、その2軒目打ち上げがその中華屋で、中華屋の途中から俺記憶は全くないのよ。ただ俺は紹興酒をとっくりで2本開けたところまでは記憶があった。紹興酒を1人でとっくりで2本開けてからの記憶は全くないんだ。ただなんとなくうろ覚えに、覚えているのが、まあとにかく楽しかった。特に飲みながら結構女の話をしたんだよね、やれ例えば武田浩二っていう雷神の選手がラウンドガールに DM を送りまくってることとか、あとは朝倉未来も、片っ端から雷神ガールに、DM を送りまくってて、しかもその内容がなんか僕のスタッフがあなたのファンなんでうちで飲みませんかみたいな、でくっそきしょいお誘いのDM を朝倉未来、これ俺が言ったんじゃないかね、レンが言ったんだからね、真意のほどは定かではありませんが、レン情報網によると、朝倉未来はライジンガールに片っ端からそういったキモい DM を送りまくってるという話をですね、しながらみんなで大笑いしながら酒を酌み交わしたんですよ。でね、ホテルに帰ったのが多分3時か4時ぐらいなんですけど、もう俺ホテルに帰ったことも覚えてないのね。ただ同じホテルに予約して泊まっていたそのカメラマンの荒川くんの話によると、なんかホテルフロントでなんか斉藤さんらしき人がなんかチェックインするとかしないとか言ってるんですけども、この方はあなたのお連れ様ですかと荒川くんに夜中電話が行って、ルームにね電話が行ってですね、で、その人は一応僕の連れなんでホテル予約してると思うんでその人は本人です、部屋に入れてあげてくださいということで、俺はなんか気づいたら部屋にいたのよ。はい、そして僕は朝荒川くんの鬼電で起きまして、柴田何やってんのと、もう車お迎え来ててパチンコ屋に行く時間だよって早く起きてって言って、ああやばいやばい、そうだそうだ今日仕事だと思ったらですね、僕のパンツがですねぬるりとするんですよ。はい、そこで、うんちを100漏らしました。1とか2じゃないです、100漏らしました。はい、で僕はいろいろ考えたんです。えっこれ俺のだよなと思って、えどうしようどうしよう漏らしてると思って、とりあえず
シャワーをかきこ、シャワーにかき込んでですね、お尻を流しまして、パンツを洗いまして、でパンツを洗って、このパンツをビニール袋かなんかに入れて、あの持って帰ろうかなと思ったんですけども、まあいろいろ考えた挙句、まあ、そのパンツは捨てまして、はい。でもね、あのこれだけはちょっと言っておきたいんだけど、ホテルの、ベッドは汚してなかったはず。全部パンツの、パンツが結構密閉性があって、パンツからこぼれてなかったと思うんですよ。だからホテルのベッドのシーツは汚してないと思うんですけども、今年37歳になってですね、私柴田は酔っ払って寝ぐそを漏らすという大失態を犯してしまいました。まあ、これもね、もう言ってしまえば、もう全部、全部ですよ。平本蓮のせいです。はい。これ蓮のせいで、うんこを漏らしました。はい。いやー、ちょっとですね、その、酔っ払って、もうその次の日も1日2日酔いでですね、撮影にも結構影響をきたすほどの体調不良になってしまいまして、まあ、あの、まあ今も治ったんですけども、結構仕事先の方にもですね、迷惑かけてしまったんで、いや本当もう大人なんでね、大人っていうかおじさんなんで、自分の酒の限界ももちろん知ってるんで、ちょっとあの気をつけます。本当に本当良くない。こういう仕事してるともうだんだん人から怒られなくなってくるんですよね。誰かから怒られないから、怒られないことをいいことにだんだんこうやってめちゃめちゃになっていくんで、ちょっと兜の尾を締め直すではないんですけども、ちょっと自分をこうなんて言うんだろうな、縛るというか、シャンとさせるのは自分だけなんで、ちょっとこれは本当の本当にですね、大失態なんで、今後気をつけたいと思います。はい、いう感じですかね。はい、な感じで私柴田2023年1月に、37歳になりますが、うんちを漏らせてしまったというご報告をさせていただきました。はい、ホテルの方、そして、平本蓮君、そしてパチンコ屋の方々、いろいろご迷惑をおかけしてすいませんでした。柴田でした。